奥さんにお姉様っていうようなことしたみたいな。抵抗があるんですよ。一応ほら、お店とか行くと、はい、皆さん。あ、みんなお姉さんになっちゃうんですよね。はい、わかりました。じゃあ一応了解します。はい、3分の1くらいですよね。いや、それは。でも、言い過ぎですけれども、次にお送りいたしますのは、シャンソンは、まあ、いろんなメロディーがあって、いろんな曲調があるんですね。本当に、本当にいろんな曲があるんですけれども、私はドラマチックシャンソンというふうに称して、いろんなところに出張が出ていくっていう活動をしてるんですけれども、まあ、今日は、この番組の皆さんと歌う曲っていうのも考えましたし、次の曲は、まあ、反省歌の一つでもあると思います。アダモという有名な人が1966年、第3次中東戦争が始まる前に作った曲ですね。今からもう60年くらい前の曲になります。インシャラ神の子を示すままにという意味がついているそうです。それでは、インシャラ。夜空に輝く月影は青く、この世に嘆きを得るされるその岩陰から聞こえてくるのは火投げしの歌。